甲府市の皆さん、いかがお過ごしですか？山梨県甲府市出身のシンガーソングライター宮沢和文です。今まで誰も経験したことのないようなこの危機に直面して、我々音楽家というのは、非常に無力だなっていうこと、それをすごくこう痛感している日々です。しかし僕ら音楽家がですね、自分たちの使命を果たすとき、音楽を通して社会に何か貢献できる、そういう時が近いうちに来るんじゃないかというふうに信じて、日々その心の準備、体の準備を整えている、そんな日々を送っています。そしてまあこういう時だからこそやるべきこと、やれることがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ詞を書いたり、そして以前から自分で練習したいなと思ってた曲、歌とかをこの機会に引っ張ってきて練習したりとか、そういうふうにして一日一日大事に大切に、以前よりも過ごしているような気もします。ここで皆さんにですね、こういう機会だからこそ新しい楽器にチャレンジしてみるのはいかがだろうということを提案したいんですね。そして今日ここに用意してきましたけども、沖縄の楽器三線、これをですね、皆さんに紹介したい、したいなというふうに思います。この楽器ですね、弦は3本、三の線と書いて三線です。もともとは中国から渡ってきた、琉球国に渡ってきて、そして、その後に日本に渡って、三味線になったというふうに言われています。三味線はもっと大きいですけどもね、三線はこう小ぶりで、ちょうどこう懐に置いて弾き語りに向いている、弾き語りのことを、沖縄では歌三線って言いますけど、歌三線に向いている楽器です。この竿の部分、ネックの部分、これはですね、一番最良とされているのが、琉球黒檀という、黒檀という木ですね。非常に重い木で、お風呂に浮かべようとすると、水に浮かべようとしても沈んでしまうぐらい重い楽器です。なかなかこれが貴重な木となりまして、乱獲と戦争で取れなくなってしまって、今は東南アジアからの輸入になっています。そしてこの、胴の部分に貼ったこの皮ですね、両面、これが錦蛇の皮でできています。こう鱗がね見えますけども、こちらも琉球、そして日本では取れませんから、東南アジアからの輸入になっています。ですから今沖縄の魂と言われているこの楽器がですね、輸入に頼って作っているという、ところがあるんですね。それを打開しようと、沖縄の音楽関係者、そして三線組合の人たちが、自分たちでこの木を輸入するだけではなくて、違う木、これは総子樹という木でできてるんですけど、違う木で、三線が作れるんじゃないかと、いい音がするんじゃないかっていう模索をしていたり、僕も8年前から沖縄の読谷村というところにこの琉球黒檀の苗を植えてですね、今3000本近くになってるんですけども、植樹をして、三線にいずれ、なって、県民の方々、そして日本の方々、世界の方々にいい音の三線が出回るような、そんなことを夢見て活動しているんですが、しかし、三線になるまでに苗から植えてですね、三線になるまでに100年から200年かかると言われています。気の長くなる話ですし、僕はいくら植樹してもね、その音を聞くことはできませんけど、でも次の世代に託して、そんな活動しています。弦はですね、ギターなんかと一緒で、一番下の部分をこうやって持って、一番下の部分が一番細くなっています。で、一番上が太くなっています。細い弦は、女弦って書いてミージルと言います。真ん中の弦は中の弦と書いて、中汁。そして一番太い弦は男弦と書いて、男の弦と書いて、ウージルというふうに言いますね。この3本の弦で弾くんですけれども、西洋の楽器で言ったらベースね、ベースも単音でこうコードを弾くんではなくて、和音を弾くんではなくて単音を弾くのでベースに近いんですけども、ただベースと違うところは、歌のメロディーにこう寄り添って、弾く、その歌のメロディーを支えながら、メロディーをもっとこう盛り立てていくような役割を果たす楽器ですね。島唄という僕の歌がありますけども、ザ・ブームの曲がありますけども、本調子というチューニングでできています。真ん中の中汁が、その曲のキーの弦、キーの、弦になります。島唄、今これを E フラットにチューニングしてますから、 E フラット、真ん中の音が E フラットで、どの音になります。で、両端が
その音っていうことですね。ちょっと弾いてみますね。しまうたよ風に乗り、鳥と共に海を渡れ。しまうたよ風に乗り、届けておくれ私の愛を。ララ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 。こんな感じですね。メロディーをに寄り添いながらこうメロディーを盛り立てて装飾音が入ったりして、伴奏してくれるというそういう楽器です。あのハワイのウクレレのようにこう小さいですしね、まあ、奥の深い楽器ではあるんですけども、でも歌って弾いてっていうところまで行くのにはそんなに期間のかからない楽器だと思いますので、ぜひこの機会に三振に取らせて、触れていただけたらというふうに思います。僕も早くふるさとに戻っておいしいものを食べたり素晴らしい自然と触れたりそんなことを夢見ているところですけれども、まあ、何よりも、甲府市そして山梨県でコンサートをしてですね、早く皆さんと笑顔で、再会できたらなというふうに思います。その時はお互い元気で会いましょう。宮沢和美でした。